今回はアメリカとロシアが保有するミサイルの種類や性能、それぞれの違いについて解説したいと思います。ミサイルといってもサイズの違いはもちろん、地上から空からなど様々な種類があります。今回紹介するのは大きく分けてこの5種類。まずは空対空ミサイルから。アメリカの空対空ミサイルといえばアムラームとサイドワインダー。サイドワインダーは短距離ミサイルで運用から50年以上と歴史が古く、最も低コストで最も成功した空対空ミサイルと言われています。最新の QX では全方位からのロックオン、発射後のロックオンも可能。またヘッドマウントディスプレイを使用することで真横の敵をロックオンすることが可能になりました。最大射程は従来の2倍の40キロにも達します。そしてもう一つ、世界で最も優れた空対空ミサイルとも言われる中距離ミサイルアムラーム。レーダー誘導システムが最大の特徴で、ミサイル自体にレーダーを搭載しており、これにより同時多目標攻撃と撃ちっぱなし能力が可能に。このため発射後すぐさま回避行動に移ることができます。命中精度も高く、天候や視界に影響を受けないこのミサイルは、運用開始から30年以上経った現在でも改良されながら米軍の主力兵器として使われています。このアムラームに対抗するロシアの中距離ミサイル R-77。 アムラームと同じくアクティブレーダー方式で、最新型の 77M の最大射程距離は193キロ。それだけではなく、近年ロシアは最新の極超音速長距離ミサイル R-37 の開発を終え、世界に衝撃を与えました。最高速度はマッハ5、最大射程はなんと398キロにもなります。空対空ミサイルに関してこれだけを見るとロシアに軍配が上がりそうですが、今アメリカでは新たな長距離空対空ミサイルの開発を進めています。空対地ミサイル。まずアメリカの AGM-158 ジャズム。スタンドオフ攻撃が可能な自立飛行型ステルス巡航ミサイルです。2009年からアメリカ空軍で運用されています。最新型では最大射程925キロ、454キロの貫通型弾頭と能力が大幅に向上しています。また射程距離をさらに伸ばすべく、現在ジャズム XR を開発中です。弾頭重量910キロ、射程距離は1900キロにもなると見られています。そしてアメリカ海軍が運用しているスタンドオフ精密誘導ミサイルスラム ER、 これは対艦ミサイルハープーンを空対地型にしたもので、中距離から長距離の精密誘導ミサイルです。飛行中に遠隔操作ができ、発射後にターゲットが破壊された場合などでも、そのまま別のターゲットにロックオンし直すことが可能です。最新型のスラム ERATA では、自動でターゲットを選択、捕捉できる機能が装備されています。一方、ロシアでは最新の極超音速ミサイルが発表されたばかりです。キンジャールは最新型のMiG-31K に搭載されます。最高速度はマッハ10以上と言われており、最大射程距離は2000キロ。さらにツポレフに搭載した場合、最大射程は3000キロにも及ぶと言われています。通常型の弾頭以外にも核弾頭を搭載することが可能。しかしまだ実装されたばかりで、これらの能力については定かではないようです。
対地ミサイル。まずは歩兵携行式の完全自立誘導ミサイル、ジャベリン。射程距離2500メートル。弾頭重量 8.4 キロ。そして MLRS やハイマースなどの多連装ロケット車両から発射されるミサイル、ATACMSなどがあります。最大射程300キロ。アメリカには様々な優れた地対地ミサイルがありますが、最も精密な長距離ミサイルといえばトマホーク。かつては核弾頭も搭載されていた亜音速巡航ミサイル。主に VLS や潜水艦、魚雷発射艦などから発射することが可能で、様々なタイプがあります。弾頭重量450キロ。最新のタクティカルトマホークでは最大射程3000キロを誇ります。そしてこのトマホークのロシア版といえばクラブです。射程距離は推定1500から2500キロと言われており、開発中のクラブ M に関しては射程4000キロ以上になるとロシアは発言しています。弾頭重量約500キロ。発射タイプも艦上、潜水艦、戦闘機などがあり、対艦や対地、対戦など広いバリエーションを持っています。地対空ミサイル。地対空にもいろいろありますが、やはり大きな脅威といえば弾道ミサイルです。長射程の艦対空ミサイル SM-6。スタンダードミサイルの最新型で、弾道ミサイルや巡航ミサイルの迎撃、対艦ミサイルとしての使用など幅広く運用されています。射程距離は240キロ以上。さらに開発中の改良型では、極超音速かつ射程距離300キロ以上になると見られています。そして弾道ミサイルの着弾寸前、近距離に対応できるのがパトリオットです。パトリオットは地対空誘導ミサイルで、戦闘機や弾道ミサイルなど超低高度から高高度まで様々なターゲットに対応可能なミサイルです。トレーラー移動式のシステムで、対戦闘機などに使用されるパック2の射程距離は160キロ。そして弾道ミサイルの迎撃に使用される射程距離35キロの最新型パック3 MSE などがあります。非常に高い撃墜能力を有しており、高い支持を得ています。またロシアも優れた地対空ミサイルはありますが、その高い能力から注目を集めているのが防空ミサイルシステムです。S-400 は400キロ先の6つのターゲットに対し、同時処理能力を持つ超長距離地対空ミサイル。ミサイルをマルチに取り替え可能で、用途別に兵器を使い分ける必要がありません。そのため、短距離から最長約400キロまで幅広く運用可能です。そして最後に、大陸間弾道ミサイル ICBM。アメリカの ICBM ミニットマンは1962年から運用が開始され、今なお配備、運用が続けられています。最大射程1万3000キロ、3つの弾頭を搭載、即時発射もでき、全弾同時発射も可能。そしてロシアの ICBM、トーポリ MR、最大射程1万2000キロ、3から6つの弾頭を搭載。速度はマッハ20以上にもなります。核抑止力となるはずの ICBM ですが、様々な危険性について議論され続けています。最も危惧されている問題は誤発射です。その土地を壊滅的な状況にしてしまう ICBM の発射には慎重な判断が不可欠。しかし発射しなければ第一撃の標的となってしまう固定基地の弱さ。現在の ICBM は命令から発射までに約5分。敵国から ICBM が発射された場合、自国に到達する時間30分。発射を感知して大統領が報復の発射をするかどうか、判断する時間はわずか十数分しかありません。
発射されたという情報の真偽を確かめるにはあまりにも短すぎる時間。ヒューマンエラー、早期警戒衛星の誤作動、第三者によるハッキングによって誤った警報が発生していたとしたら、ICBM は一度発射されれば取り返しがつきません。全世界の核弾頭総数は1万発を超えています。アメリカとロシアの様々なミサイルを紹介しましたが、どちらが優れているかは誰にもわかりません。ただ、技術はもう十分すぎるほど発達し、それぞれのミサイルが世界を終わらせるだけの力を持っていることは確かです。